過去の対戦成績がガンバ9勝、仙台は3勝、引き分けが6つ、まあ、ガンバのホームでは仙台は1勝だけしているんですが、この時のホームは実はホーム扱いの金沢ということでね、万博であったり吹田ではまだ仙台はガンバに勝っていないということになります。さてそのガンバ大阪のスタートのフォーメーションです。まあ、前節の突戦と変わらず、前節とメンバーが変わらない、スタメンが変わらないというのは今シーズン初めてです。まあ、なんといっても右サイド米倉が当たりましたね。まあ、前節かなりこう、それこそスプリント回数ですよね、はい、増えてましたし、まあ、決定的なところにもどんどん進入していってましたから、シュートもたくさん打ちました。まあ、重要な役割になってましたね。ベガルタ仙台今日のスタートのメンバーです。まあ、こちらは前節と少しメンバーも変わっているところがあるんですが、ルヴァンカップも含めて結構メンバーを入れ替えますよね、仙台の方はね。いいボールですね。大きな展開を使います。ヘディングで落として中に石原いる、シュートを狙った、林反応、遠目からフィニッシュまで西村。西村選手の中東レンジ本当に広くて、タチスカ足元クロスボール、石原、わずかに左でした。倒れ込みながらのヘディングシュート、石原です。シュート、フリック気味に来ました。ボジェソク、ここ最終列上げているガンバです。ボジェソクのクロス抜けてきました、ヒールへ残してシュート、ファンビジョファンブルをしていますが、大岩戻ります。いや、シュートの判断は素晴らしかったですけどもね、米倉のヒール、ファンビジョ、倉田がこの位置、奥の上げてきました、胸を落として林が触りました、コーナーキック、足元に落ちてきました、八塚、奥野、西村相馬、縦上がります、板倉からのボール、ヘディングで落としてシュート、わずかにポストの左、これも前を向いて奥野のシュート、いや決定的でしたけどね、藤本純吾、そうですね、遠藤、今野だ、パス抜けた、クラター、村田が押し込みました、2試合連続、ガンバ大阪またホームで先制しました。今季初連勝へ、背番号10番、この苦しい展開で村田がシュートを決めました。ポジショニング取りましたよね、藤本選手が前向いた瞬間、大岩選手と球場内選手の間をうまく取って、シュートのタイミング素晴らしかったですね。ちょっと近いところに藤本もいるんですが、入れてきました、ヘディングシュート、最後は米倉勝ってきましたね、はい、マテウス左足は強烈だがシュートきた、独特の間合いで打ってきます。関口、もう一度クロスを放り込んでくる、逆サイド、ヘディング放り返す、シュートはクロスバーのわずかに上でした。大岩選手ですね、折り返しの方が、そしてリャン・ヨンギゴール前、残
り試合時間は少なくなっています。追いかける仙台、アディショナルタイム4分、まだここはスローインだ。そしてここで笛が鳴りました。ここで笛、1対0、ガンバ大阪ホーム4連勝、そして2018年初めての連勝。